本日のゲームはコナミスタジアムで行われます。この時間はオーストリア対オーストリア、こちらの一戦をお届けいたします。今日はナイトゲーム、コンディションは晴れの現地です。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。笛が吹かれてスタートです。オーストリア対オーストリア、さあ北澤さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。アラバですね。戦術理解度が高いので幅広くポジションをこなせますよね。どこのポジションをやってもいい仕事ができるんですけども、彼の特徴であるキックの精度を生かして徹底的な仕事をしてほしいですよね。相手にとっては非常に厄介な選手でしょうね。このエリアをどう崩すのかが一つのポイントになりそうです。おー、かわしましたよ。抜けてくる、裏へのスルーパス、いけるか。取らないですね。アラバ、プレスからボールがこぼれる。アルナウトビッチ、この序盤両チームともまだ探り合いをしているような感じです。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。サイドのスペースを使います。この位置でボールを受けます。どうだ、止めた。うわ、アルナウトビッチ、素晴らしいポジショニングでした。前線出てくる人数が多いですよね。オーストリア、徹底的なチャンスを収めることができませんでした。とこれはつながりません。マルセル・サビツァー、まだこの前半スコアに動きは見られません。裏のスペースを狙う。あ、いい展開ですね。ここはクロス、ドラゴビッチ、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。サビツァーからアラバ、このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。このファーストハーフ、最初のコーナーキックはオーストリア。アルナウトビッチ、スルーパス、このクリアボール次へつなげたい。コーナーが続いています。オーストリアはコーナーキック2本目。上げる、キーパー直接処理しました。職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどね。さあオーストリア先制1対0です。まあこのまま波に乗るのか、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、
裏のスペースを狙う。シュート。この短時間で追加点。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引き少し最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあオーストリア得点を重ね2対0という展開。いや止まらないですよねこの勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、もうプラスに働くチームなんですよね。そうですね。どうするか、フリーだ、シュート、オーストリア怒涛の追加点。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。さあオーストリア3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。いやこのチームのポテンシャルですよね、はい、もちろん流れもありますけども、こう見てるとチーム全体が流動的で、選手間の意思疎通が取れているなと思いますけどもね。そうですね。アラバ、大きくサイドチェンジ、スローインをカットします、裏へ届くか、イルサンカースルーパスを狙う、これはどうやらオフサイドのようです。ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。早くもまさに大爆発というところです。オーストリア前半をうまく乗り切れなかったように見えましたが、どう思われますか。失点してから少し集中力が切れていたプレーが目立ちましたよね。負けている時だからこそ一つ一つのプレーを大切にしていくことが必要になりますよね。オーストリア対オーストリア、それでは続けて試合をお楽しみください。
さあ後半キックオフ、オーストリア前半ややおさら気味と申しておきましょう。ミドル、しっかりとミートしたボールでした。まあいいですよね、この積極性は大事ですし、打っていかないと始まらないですからね。とりあえずゴール前に何かを取れという気持ちもあるでしょうね。オフサイドですね。このスルーパスは通りません。オーストリア、ここもしっかりディフェンスしました。このパス、コーナーキックになります。オーストリアは2本目のコーナー。オーストリアはここまで2本、これを拾いたい。オーストリア、ボールはクリア、シュート、左にされます。クリア、このピンチをなんとか出します。オーストリアは先ほどから見ていて、前線の選手が、北澤さん、あまり守備に戻ってきていないですよね。まあおそらく監督の指示でしょうね。やはりその狙いはカウンターということになるんでしょうか。そうですね、前線でのプレスがかかりづらくなるので、はい、ある程度押し込まれるのを覚悟でロングカウンターを狙っているんだと思いますけどね、うん、まあでも残ってる選手は守備を免除される分、はい、攻撃時の責任は重たいですよね。シュート、決めた、オーストリア、アルナウトビッチ、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。形で打ち込んでいったシュートに見えましたね。これはさあオーストリア一矢報います。ふわっと裏を狙う、ライマーカウンターを仕掛けます。オーストリアボールです。激しいボールの奪い合い、サイドを縦に走らせます。いいボールですね。これは再処理、マルセル・サビツァ、一旦戻します。サビツァからのパスは通りませんでした。裏を狙っていきます。いいボールでしょう。このクリアボール次へつなげたい。あ、これファール。取らないですか、レフリー。ファウルでしょう。オーストリア、これは奪い返します。裏へのスルーパス。サビツァから中へ。いいでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。チャレンジはしません。後ろに流す。さあカウンタースピードを上げたいところ、バウムガートリンガ、ドラゴビッチから大きくサイドチェンジ、
ライマー、ボールの奪い合い激しいものがあります。ラザロ、ここでファールがありました。先ほど犯したファールでイエローカードをもらっています。いや、こういった一つのね、あのプレーによって状況変わってきますからね。危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。さあ、つながるか。スルーパスを出す。ここはファールです。アルナウトビッチ、裏を狙う。ここは通しません。このボールに触ります。ドラゴビッチからアーチのようなパス、これを拾いたいオーストリア。スルーパス、さあ来たか、来た、打った、これはキーパーがいい反応でした。好セーブを見せました。オーストリアとしてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。ドラゴビッチ、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。スペースを狙う、このボールはつながりません。この辺は人に対して厳しくいってますよね。これはファウルでしょう。今のファウルはイエローカードが出ました。裏のスペースを狙う、オーストリア、あわやという、ここで笛です。4対1、オーストリア敗れました。その差は3点、力の差を見せつけられてしまいました。北澤さん、試合の総括をお願いします。オーストリアとしては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったですよね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合解説には北澤豪さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。オーストリアがまさかの惨敗で敗者となっています。